ね、こんな感じで音を作っていくって感じですね。まあこれにね、あのいろいろあるんですよ、まあシステム的には。こういう音が、あの音色は、音色が本当アンプ買った方がいいんだろうけどね。でね、宇多田ヒカルさんのやつだけね、ゲット、あのあれですよ、あの何だっけ、何だったかな、あ間違ったな、こうやってね弾くんです。まあね、これね本当に下手くそな機器、私のシンセサイザーですよ。あの小室さんとかあの人はすごいよね。でここ、ね、こうやってね。音が高いんだよね。あ、間違ったな。あ、できないな。ちょっと忘れちゃったな。まあそんな感じですよね。で、音をね変えるとね、あと他にもあったんだけどな。一緒か。使い慣れてないとちょっとうまくできないね。昨日できたんだけどな。昨日はできたんだけどな。